スイッチ入ったかな。どうも、内山美恵です。ただいま朝の5時でございます。あ、時計だったったった。じゃーん、ココちゃんおはよう。昨日眠くて寝ちゃったんですよ。何にもしたくしておりません。大急ぎで6時には出なきゃいけないので、パッキングしてすぐに出たいと思います。ちょっと頑張るぞ。あ、電気つけてない。電気、じゃあレッツゴー。チチチャンチチチャンチチチチチチ、実家にいる時はですね、大体もうシワついちゃうんですけど、もうこっから服は出し入れしてるんですよ。なんでちょっと出発用に昨日の夜乾かしといた靴下とかを入れます。靴下入れここか。服寝巻き入れなきゃいけない。ちょっとセットもしてないな。どうしようかな。いけるいける。ダッシュでシャワー浴びてきます。服入れたいからね。何着ようかな。あ、どこ、さっぱりさっぱり。オッケー、よし。じゃあここに服をね、もう入れちゃいましょう。これ洗濯するやつはこっちまとめて入れます。ポイポイポイってね。はい、まとめちゃって、あ、靴下、こう靴下履いて、そう、もう洗面用具も持ってきましたから。ここにこれ洗面用具でしょ、お風呂場で使ってたやつを持ってきたんで入れます。どこだ、ね、濡れちゃいますからね。そのままドドーンと入れます。はい、洗顔でしょ。これめっちゃハマってます。これヘッドスパみたいな、これね、こうやっておにょおにょおにょってやるんですけど、こうやって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 こう、めっちゃおすすめ。よし、じゃあちょっと簡単にスキンケアだけしていきましょう。軽くね、スキンケアだけダッシュでやります。まあ、私どっちかっていうとガチで外遊びするタイプですからね、もう美白をね、本気の美白対策をしていかないといけないですからね。はい、今使ってるのはこの、なんだっけ、これね、乳液から先にやるタイプなんですよね。で、コットンに置いて、こうくるくるくるってね、塗りたぐっていきますよ。専門学校の時からさ、もう本当に外でトレーニングしたりね、すごいそういうことが多かったし、今もゴルフやったりね、もう本当すごいんだから、紫外線すごいんだから、私。この前のゴルフでビビったのが、あ、ていうか、こんな喋ってる時間、あ、お風呂入ってたら、もうこんな時間になってしまった。で、ゴルフでビビったのが、これ、ね、サンバイザーだったから、この耳のここ上が焼けたんですよ。なんでちょっとここもね、美白対策していきたいと思いますよ。やばい、だんだん時間がなくなってきたことに焦ってきた。はい、次、はい、どんどん行こうどんどん行こう。はい、次の美白対策、アルビオン薬用スキンなんちゃらスキンコンディショナー。はい、500円玉にとってですね、化粧水はこうやってこれ叩き込むようにね入れていくっていうのがコツでございますからね。誰？ポポポポポイって。ここはね、手抜いちゃいけないとこですからね。今日一日もうこれから長距離運転ですから、紫外線は絶対に浴びるんで、これちゃんとしていこう。OK。 はい、次。はい、
はい、ラストはアルビオンホワイトニングレスポンス、はい、美容液は2プッシュからの、これはコットンは関係ないんですね、はい、指でやります。伸ばしていきます。はい、白くなった。はい、白くなったよ。 OK で、耳もね、こうやってね焼けちゃったからね、よし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 、 OK できました。髪の毛乾かさなきゃね。あ、スムーズが、髪の毛を乾かしたいから、髪の毛乾かす時間はあるのか、私大丈夫かな。半乾き、乾いた、 OK かな。 OK、半乾きだけど、ちょっととりあえずはいい感じ。ここで問題が勃発しました。お腹すいた。いや、まだいけるよね、いけるいける。ご飯食べます。今季初スイカ。腹減ると戦向いてないタイプなんで私。いただきます。うん、うまっ。馬とか言ってる場合じゃない、急がないといけない。うん、うん、美味しい、急げ。うんうん、ココちゃんも起こしてしまった、ごめんね朝早くから。ココちゃんスイカ食べたいね。うん、うまい、急げ急げ。うん、おいしいですね、スイカも。でもね、朝ごはんの時間は大事ですからね。ここは焦っちゃいけないんですよ。おいしいなってこう、味わって食べるが正解ですよ、これ。スイカのさ、貧乏症だからギリギリまで食べちゃうんだよね。だってもったいないやん。好きな食べ物はスイカですね。スイカとリンゴ。もうリンゴ超好き。もう本気のリンゴっておいしくないですか？完食。これね、ディナーロールって言うんですけど、地元のなんだっけな、プラント5っていうスーパーで、本当にこんなになってね、こうね、まるでこうすうところのディナーロールかのようにね、いっぱい入ってたんですけどね、ちょっとね、向こうに比べると大きいんですよ。いただきます。あれかけようかな。これこれ、地元のね、蒲田養鶏場だったかなにね、売ってたね、卵屋さんで売ってる卵、アイスにパン乗っけて食べちゃおう。やば、これ絶対美味しいやつ。やば、お風呂入るとなんかね、一気にお腹すくんですよね。そういう人いますか？ごちそうさまです。アイス戻しようよ。はい、よいしょ。結局あの後火がついてしまって、普通に朝食済ませました。あ、あとそうそうそう、おやつとかをね、おやつ袋。今日のおやつはこれね、いわきのね、カステラクーヘンっていうやつです。食べるとね、シュワシュワプチプチって空気の層がね、めっちゃ美味しかったですよ。でこれの今回カステラクーヘンの方なんで、これも楽しみ。今回のおやつ袋にちゃんと入れて、ちなみにやばい、あと10分しかない、やばい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 、置く場所ない置く場所ない、どうしようどうしよう。これちょっともう閉まっちゃおう。服ないよね、着てるもんね。 OK、 片付けてよ。これがね、普段使ってるカバンなんだけど、手帳でしょ、パソコン、うん、入れて、イヤホン入れて、この中にはね、ちなみに、まあ、化粧ポーチと、あと何入ってるんだろう、財布、充電器、充電器、
充電器、なんかそんな感じがいっぱい入っております。取り出しやすくって一番手前にボコってなっちゃってて、どっちかっていうとこの2列目3列目が若干スカスカっていう。これはこれで OK かな。よいしょ、 OK で、これが最後これを入れるカメラバッグでございます。線ぐちゃぐちゃ、はい、とこれかわいいでしょ、ウームガチャやった時の会場に着いてから顔面は作るとして、ちょっとね髪の毛ぐらいなんかやりたいよね。いやー、どこどこ、今のうちに今回はこのストレートアイロンの方でね、あ、こんがらがってる、温めておいて、会場というか着いた先では巻くコンセントないからさ、絶対にやらなきゃいけないよね。あと5分、あと5分で髪巻けるのか。いやでもなんかちょっと生乾き感半端ない、ちょっと、いやまあいいか、いやいや、先っぽ乾いてればいいんだ。これは OK、 巻いていこう。向かない、前側だけ巻いとけばこうなんとかなるんですよ。これ全部はもうさすがに5分じゃやる時間ないから、ここの触覚と呼ばれる部分だけこうやって、まあ、触覚って呼んだのは今私だけだけど、このね触覚さえできてればほらなんとかなりそうじゃない。え、無理かな、無理か、ちょっとわちゃわちゃしてるもんね。ちょっとできるところまで巻こう。よし、髪の毛まだ濡れてるからこれはキープするかどうかって言われると謎だ。よいしょ、ふう、なんかオートでゆる巻きヘアみたいになってる、巻いてる風なのが味わえればいいですよね。ささっと、いやできればっていうかこれは絶対やるんですけど、これから長距離でまた運転で移動なんですよ。でラこれなんていうの、すっぴんか、すっぴんで外でねこう出てしまうともう超焼けちゃうんですよ。なので日焼け止めとかねベースだけは作った状態で出たいということで、これが終わったらもう終わりでいいか、これ終わり、最後顔面だけ作って出たいわけなんですよ。あーもうやばい、残り何分だよ、出なきゃ、マジ本気で焦ってるやつこれ。じゃあね、絶対塗らなきゃいけないこの日焼け止めでございます。これねアルビオンの UV 日焼け止めでございます。値段もちょっとそれなりなんですけど、それなりに高級なんだけど、これを使ってる理由っていうのはもうねアンチエイジングなんですよ。なまったかな今。これをね顔にねピュ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 って塗りまして、うん、めっちゃいい匂いするこれ。 OK、そしたらファンデーション下地をこのねピンクの方でこの立体感、こう顔面の真ん中らへんを塗っとくんですよ。そうするとこう影をつけないで明るい方の立体感を作るわけなんですね。ここらへん、ここらへん顔面の こういうとこ、ここね、ここ顔面のこの中心のところをピンクのねベース塗りまして、こんな雑でいいのか。そして普通の色のファンデーション下地をの残りのねここ以外のこういうところでね、あぶね、塗っちゃいます。はいはいはい、いい読書、はい、できた。そして最後はファンデーション、はいはい、ファンデーションエレガンススティーミングスキンの、私は202番って書いてありますね。これを最後ピュッ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 って言って、はい、全体に薄く伸ばします。はいはい、終わり、はい、ベース終わり、よし、できた、やばい、オッケーできた。髪の毛負けた？大丈夫？ちょっと最後これなんか塗っとこう、髪の毛になんか塗ろう、とりあえずやった感出そう。ちなみにこれは弟が使ってていらなくなったワックスでございます。弟のお下がりで、弟もねこの時期朝早いんですよ。弟花火師なんですけど、もうそろそろ忙しくなったみたいで結構朝早そうですね。よし、できた、できました、完成、どう見て、
よいしょ。完成。負けてる？負けてる？ほい。はい。あ、ちょっとすっぴんでドアップ。まあまあまあいいか。よし。完成。ちょっと負けた感出てますよね。いいよね。よしよしよし。オッケー、できましたー。え、できた？終わった？本当に？なんか忘れてない？これこれこれね、昨日のうちに持っといてよかったですよ。実家に置いてあった夏服と、でさっき用意したランチボックスと、あと入れるのこんなもんで大丈夫かな。オッケー、できた。そしてタイムがギリギリ間に合いました。あぶねー、よかった。というわけでね、というわけで無事に朝5時からパッキングなんとか間に合いました。これも入れなきゃ。では今からダッシュで向かって頑張っていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方はチャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram 見ますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。よかったら再生リストとか関連動画から他の動画興味あるのあったら、次の動画も見に行ってくださると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイからの、はい、行ってきます。